というわけでやってまいりたいなと思います。ドブペロエンターテインメントペロチンパンジーでございます。ゾーン継続チャレンジやってまいりたいなと思うんですけど、今回はねファイヤーゾーンの台が落ちてましたんで、まあファイヤーゾーンレベル1からあわよくばレジェンド狙えるんじゃないかなって思いますんで、やっていきたいなと思います。まあ例によってゾーンがまあ3回以内だったら別の台をやるかもしれんって感じですね。次はやっていきたいなと思います。頼むわ。まあファイヤーは基本的にたまに出てくるレジェンドが出ない限りはレベルアップだけなんで、まあ一応ね4つゾーンがあってその中の最高位レベルだと思ってください。ファイヤーは待って、そう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 、チャンスウィングは一番しょうもない。ちなみにチャンスウィングってあそこです。あの真ん中の緑色のやつがまあ一定時間出るっていうだけです。じゃあやってまいりましょう。レベルアップ&終了チャレンジですね。今回はまあレジェンド出てこない、基本的にはレジェンド出てこないんで、あでもどうなんだろう、ファイヤーだったら他のところよりは確率高いんかな。まあまだそんなにレジェンドも詳しくないんでね。あやばい、危なし、ね、レベルアップいってもらいたいところですけどね。待って、よいしょ、ファイヤーってあんま100入ることないはずなんですけどね。あ、ルーレットちゃん、いいね。さてレジェンドボールはどこにいるかな。まだ先か。あ、これちょっときついね。えい、いいもの。まだファイヤー味わいたいね。味わいたい、ファイヤー、味わいたい、それまずいんじゃないのかしら、危なし。さあというわけでレベルアップと終了チャレンジ。あ、頼むでおい。10分の2やから。で、10分残しよう。レベルアップは。無理。一番いらない。さあ、というわけで、レベルアップか終了かチャレンジ。前回、チャンスウィング入っちゃったんだっけ？チャンスウィングな。あれもレベルアップなってくんねえかな。センキュー、レベルアップ。どうやってもらえますね。ジャックボチャンスファイヤー。あ、1200やった。記憶喪失。さあルーレットに入るか、それともいつものに入るのか。あ、そこのゾーンまずいね。あ、いつもの。さあまだまだ続いてくれよ。チャンスウィングはやめてくれ。まあチャンスウィングとスペシャルサテライトでなければまあまあどこでもいいな。チャンスルートもまあまあオールビンゴまだ続いてっからまあ悪くない。 OK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  チェキュー、レベルアップ。今回結構続いてますね。あ、いいね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 。
新旧レベルアップ、チャンスウィングがあるよ。さあ、とりあえずレベルアップがある程度続いてて、あと2回レベル上がれば2000枚になりますね。やっぱファイヤーは一個一個のレベルアップの枚数違うね。あーちょっとまずいんじゃないかな。避けろ。 OK、 ナイス。あーやっとボールがフィールドに2個溜まるパターンになってきた。でもうちょっとレベルアップね、2000ちょうどいくから、これレベルアップいきたいね。進化するのか、それとも終了してしまうのか、それともよくわかんない場所に入ってしまうのか、どうなるんでしょうかね。どうせだったらマックスレベルまで上げてみたいね。行けるときにやっぱ行っちゃった方がいいんで、行けるときに。いやーだ、おいしょ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 、どうぞどうぞ、じゃあこのチャンスよ。2200枚になりましたよ。さあ、ここからジャックポットをぶち込ますことはできるのか。センキュー、ギリチモノ。さあ、まだ先を見せてくれ。3000、とりあえず動画ではまだ2200がマックスだから、その先は目指していきたいなってところはありますよね。確か第1回の時に OKOKOK チャーンスは一番イラタニエ。さあ、レベルアップか終了かチャレンジやってまいりたいなと思います。ちょっと終了したら怖いからね、手前のボールを落とそうとしてます。まあまだレベルアップすると信じてるんですけどね。まだまだ、ジャックポットチャンスの数が増える終点ですね。最後ジャックポットチャンス行きたいね。綺麗に締めていきたい。頼むぞー。はい、ヒクロちゃん、オッケー、5個入りました。頼むぜー。わー、安心感半端じゃねえな。赤点々の場所がジャックポットですね。オッケー、いった。あーやばいよ。いや、そこら辺はやばい、そこら辺はやばい。超えろ超えろ、おいし、超えた超えた超えたら大丈夫ではなさそうだ。うわー、今回これ2点以上にしたいなと思います。ゾーンね、レベル上がってもジャックポット取れないときついね。やっぱ取った上での気持ちよさよね。そろそろこのシリーズジャックポット取んないとやばいんじゃないかな。はい、続けて今回これにて以上にしたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。お疲れ。